さあ始まりました5 Senses TV。 画家のコウです。バルナーさんの篠宮雄一です。今日は、初ゲストの、マリンスキーの石井久美子さんにいらしていただいてます。ありがとうござい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 ます。まあ、今回はあの何個か僕らが用意した質問にぜひ答えていただければなと思って、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速1個目、はい、行かせていただきたいと思います。はい、一番好きなバレエの中の演目、思い出のある作品だったりを教えていただきたいなと。はい、普段はもう本当にリハーサルがもう15分30分とかのリハーサルが 1,2 回あって本番なので、っていうのがもうで演目もどんどん変わってってっていう日々なので、まあなんて言うんだろう、踊った演目をすぐ忘れちゃうってぐらいの日々を過ごしてるんですけど、まあでもあのどの演目が好きかって言ったらもう白鳥の湖、もうマリンスキーバレエといえば白鳥の湖ですけど、そうですよね、もう世界一の白鳥の湖だと思ってます、はいはい、それぐらい短いスパンってことはもう忘れないと次の振りもなんかごっちゃになっちゃったりとかってもうありそうですもんね。そうですね、なんかもうこっち終わってでこっち行った瞬間もうこっちゼロになりますね。忘れます、はい、日本のバレエ団もそれぐらい短いスパンですすぐ次の公演。いやいやいや全然そんなことなくて、あの日本のバレエ団大体まあどこも、まあ、3ヶ月スパンぐらいで、まあ、その公演があるんで、はい、まあ、大体まあ3ヶ月か2ヶ月半ぐらいはまあ練習して、はい、でまあ本番迎えるっていう感じなので、また、そう全然、逆にリハーサルを長くしちゃう時の方が、逆に緊張しますもん。ああそう、まあでも分かります。なんかリハーサル通りに絶対もうやったんだからこれやらなきゃみたいな、そういうものなんですね。そうなんですよね。なんかもう石井さんがもうあの数回で、あの本番迎えられるっていう話を、まあ、YouTube の方で、そうなんですよ、拝見してたんで、ね、すごいと思って、そんなに数回でやっちゃうんだと思ったんですけど、まあ、でも逆に、まあ、やっぱり長いとそれはそれで、まあ、疲れちゃいますからね、ぶっちゃけ。そうですね、やっていけないですね、毎日。そうですよね。演目も違いますし、なんかシーズンごとにこう分かれてるバレエだってあるじゃないですか、はいはいはい、とりあえず眠りやって次白鳥みたいな、もう眠り白鳥、なんだろう、ドン・キホーテ、バヤデール、ジゼルみたいな感じなので、もうなんかそんな感じですね。いやそうですよね、大変ですよね。でもなんか白鳥の湖が一番あの好きだっておっしゃってましたけど、あのマリンスキー劇場のちょっと歴史をちょっとウィキペディアで調べてまいりまして、そのバレエの三大バレエあるじゃないですか、白鳥の湖と、あと眠りとくるみと、これ全部マリンスキー劇場が世界で初めてやられてる。私もそう思ったんですけど、やばいですか？ですけど大丈夫ですかこれ使ってなんで、いややっぱりそれだけ一番歴史のあるバレエ団の白鳥が一番すごいっていうのは、まあそれはそうだろうなと。それはすごいですね。そんなあの、まあ、マリンスキーバレエ団に日本人として初めて入団されたのが石井久美子さんということで、その時のエピソードだったりもぜひ教えていただきたいです。ぜひぜひお聞きしたい。エピソード。まず入団したと、もう本当その日は、なんだろう、もう夜まで知らなかった。はあ、はいはいはい、そうですね。そう、国家試験っていうのが、卒業試験っていうのがあって、でそれが終わったんですけど、前日くらいだったかな、忘れちゃったんですけど、で、合格者のこの張り紙が学校内に貼り出されてあったらしくて、でも私はもう見もしなかったんですよ。はいはい、それはどうして見もしなかったんですか？自分がマリンスキー入れるのだと思って。で、それでもう見もしないし、しかもだから貼り出されてることも知らなかったです、あ、そうなんですね。そう、で、それで、若菜原アカデミーにその留学してた時に、外国人だけの公演みたいなのが年に一度あって、それに向けて の練習が夕方あって、でだからそこはもう外国人たちが集まるみたいな、日本人の人たちで、そこであの日本人の男の子に急に「おめでとう」って言われて、そうで、それで「え、何が？」って、「何言ってるの？」って言って、「え、面白ないの？」って言われて、そう
それでいやマリンスキー受かってるよって言われて、あそこに張り出されてるじゃんって言われて、でその時にもうリハーサル始まってたんですけど、はい、もうあのもう無断で抜け出して、いやそれはそうですよね、本当か確かめない、そうそうそう、そうでしょ、それであの張り紙を見に行ったら本当に名前があって、もうその後リハーサルにも戻らないで、はいはいはい、あの寮に行って、うん、母に電話しました。いやそれは連絡しますよね、あマリンスキー受かったんだけどとか言って、いやすごいですよね、すごい感動の体験ですね、いや多分声震えてましたね、だってあの後あの石井さんのドキュメンタリーとか、あの見させていただいたりとかしてましたし、なんか本当にもうバレエの歴史を変えられた人なんで、もうそんな方にねもう今回出ていただくなんてもう最高な思いなわけで、でも先ほどもキトリのバリエーションを踊っていただいて、めっちゃ綺麗で、やっぱりもあんなラインありえないですからね、プロから見てももうありえないと、いやありえないです、まあ、まず腰の位置がすごい高いし、僕のまとりあえず 1.5 倍ぐらいは、そういやでも本当なんかもうため息出ちゃうぐらいね、美しかったです。いや本当ですよね、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。じゃあちょっと次いきますね、はいはい、まあ、そのマリンスキーバレエ団がロシアで、普段ロシアで活動されている石井さんですが、日本に帰国された時に、まず一番最初にやりたいこと、やりたいこと、はい、っていうのは何ですか。私はあのもう本当にバレエをするのとちょっと比べられないぐらい食べることが好きで、比べられないっていうのは食べる方が好きってことですか。だからどっちかって言われたらどっちも取れないぐらい、だからもうなんか一択は無理ってぐらいめちゃめちゃ食べるし、大好きなんですよ、ご飯が、ご飯がお米じゃなくてその食べることが好きで、でママお母さんが作るあのたらこパスタが、たらこクリームパスタが一番食べたいんですよ。すごいいいエピソード。そうで日本でパスタゲッティが一番好きなんです。で日本帰ってきたら、ママタラコパスタ作ってってもうしつこくしつこくずっと言ってます。うわいいですね。お母さんも作るの楽しみなんでしょうね。まあだけどタラコとパスタ混ぜるぐらいだからそんなに難しい料理じゃないかもしれない。でもなんかそのシンプルなのが一番美味しいっていうか、なんかそれすごいわかります。美味しい、ね、タラコパスタ美味しい。でもそんな結構食べるって今言ってらっしゃいましたけど、体型維持とかは平気なんですか。だからその日本帰ってくる時って、まあ、日本公演の時以外は基本シーズンオフなんで、あの私普段からすごい食べるんですけど、はい、まあ、なんか食べ動いて消費するみたいな、はい、で、それが日本帰ってきて例えば1日8時間とかもっとやってる、はい、普段だったりやってるのがパタリとなくなるので、自分のトレーニングだけになるんで結構5、6キロ太りますね。いやそうなんですね、まあ、やっぱりそれだけ普段運動してるから体型維持ができてるってことなんですね。そうですね、5、6キロ最近太ってまた戻すのが大変みたいな。そうなんですよ。結構変動しやすいタイプですか。いや私太りにくい体質なので、けどそれでも多分、はい、いや相当食べてますよ。だからあそうなんですね。あの男の人といっても同じぐらい食べるんで。あそうなんですね、そうだから私と一緒にいる人はだから家族とかは、私と同じ量食べてたら太るってよく言います。あでもいっぱい食べてくれる女性ってすごい嬉しくないですか。あの全然食べない人もいますからね。そうだからなんか一緒に食事行って、やっぱその量食べていただいた方が絶対楽しいっていうか、それは間違いないですね。あれもこれも頼んでなんかこれも食べたい、いいですよね、素晴らしい。じゃあその